そして奴の大体の居場所が分かった。斜面中腹、あの三つの岩のあたりだぜ。なんすって？お前がやるしかないんだよ。奴の針が一発二発命中しても、俺はクレイジーダイヤモンドに直してもらえる。だがジョースケ、お前は自分自身を直せない。気合い入れろよ、ジョースケ。心の準備ってやつが。見つけたか。いや、やつは撃った直後に場所を移動してます。斜面横から回り込みながら近づいてみる。撃つ瞬間を見つけろ。撃つ瞬間、プレッシャー。いた、見えた。なんだと。やろう。俺がカースのを計算して岩で針を反射させたというのか。冗談ってやつか。翔太郎さん、俺を見てんじゃねえぜ。ジョースケ、奴をしっかり狙え。攻撃してくるとき必ず仕留めろ。やばいぞ。弾は4発あるが、チャンスはもうない。俺がもたついていると。行くぜ、ジョースケ。いた、さっきと同じところだ。しかし体が岩に隠れてるぞ。くそ、奴がこっちを向いていれば。だがやるしかねえ。今あの小さな的に当てるしかねえ。急に闘志が湧いてきたぜ。やろう、必ず当ててやる。助けのやつ外しやがった。やはり見たんだ。外すと必ず見ると思ったよ。体をこっちへ向けて、今度は確実に狙えるぜ。